おはようございます、大吉です。ご存知の通り完全在宅ワークのノズル社で働いてるんですけど、まあどんな生活になってるのか結構わかんない部分多いと思うので Vlog にしてみたいと思いました。まあとはいえ局アナの時、島根で生活してる時は Vlog 撮ってたんで、その当時から見てくれている人からしたら、あれねっていうね、帰ってきたなっていう感じかもしれません。朝のこのお決まりのアングル、まあ、住む場所だけが変わってるっていう感じです。結構この上げてる時期っていうのは、まあ、人と会って仕事をするときに、スプレーのやつですかとかじゃいじられるんですけど、なんか髪質が柔らかいからめちゃくちゃスプレー使わないとキープできないんですよ。それだけ分かってほしい。朝は食べたり食べなかったりみたいな生活だったんですけど、今パーソナルトレーニング通ってて、で一応そこは3食食べるのを推奨していて、なおかつ今はケトジェニックダイエットっていう、糖質はなるべく控えて逆に油を取ってもいいよっていうダイエットなんで、こんな感じで肉とか卵とかをメインに取りつつ、あとは野菜を欠かさずに食べてるっていう毎日です。インスタに定期的に上げてるんですけど、基本的にずっと同じものを食べてます。この半年くらい一人準備終わったら外出します。おや出勤かって思うんですけど、残念ながら出勤ではありません。スタバに来ました。この時間にソイラテアイスのベンティーを買って帰るだけ。出社税はブチギレ案件ですね。家の作業環境はこんな感じです。自分で動画の編集とか録音をするときは Mac を使って、僕の Windows の PC はドズル社の業務で使うっていう風に使い分けてます。ボンさんファイトー、ちょっと待って。これは結構人によるんですけど、ドズル社って比較的朝が早くない会社なので、まあ、その業務が始まるまでのところで自分の動画を作ってます。実況動画を最近上げてるんですけど、使いたいところも自分でカットして編集してっていう感じでちまちまと進めてます。出口は見えている、ただ歯茎を見せてはいけません。ここでぶつかってしまった。出口は見えている、ただ歯茎を見せてはいけません。これいらんな。うわー、無理だ、これ無理だ。業務が始まりました。ドズル社のホームページのスタッフ紹介のところに書いてあるんですけど、今はドズル社のショートチームのプロデューサーをしています。なので今日の最初の業務はメンバーが読む台本の最終チェックをしているところからスタートです。他のスタッフさんがあらかじめ作ってくれた台本っていうのがこの日までに上がってきているイメージです。ドズさんの顔面ドアップでなんかボールの跡がついてる顔面にみたいなっていうスタートだったりするんで、結構こういうインパクトが大きかったかなと。ショート動画の台本を書いてくれているライターの人たちとのミーティングです。直近で伸びている動画に対してのフィードバックだったり、結構 YouTube って裏側のデータが見れたりするんですよ。 YouTube ショートって検索してみるっていうよりかは偶然おすすめに表示されてみることの方が多いと思うんですけど、何人が動画を飛ばした、見てくれただったりとか、まあ、動画が1分のものだとしたら大体何秒ぐらいまで人は見たみたいな細かいデータも確認することができるので、まあ、こういったデータを踏まえながら、じゃあ台本をこういう風に変えていきましょうだったりとか、こういうテイストのものを増やしていきましょうみたいな話をする場というのを設けてます。大体1週間で、まあ、多い時は100本ぐらい書いてもらってるんですけど、その中で動画になるものっていうのは10本ちょっとっていう感じで、かなり絞られたものが動画として上がっています。在宅なんでやっぱ家の中でお昼ご飯も食べられるっていうのは控えめに言って神天才ですね。テレビ局の時は毎回買いに行ってたんで、まあその点食費も抑えられてるはずです。食べ終わったら台本チェックの続きをやっていきます。どのメンバーが、まあ、どの声をやるのかみたいなところも含めて僕の方で決めてます。たまに X でハッシュタグの巡回とかもしてるんですけど、ショート動画が元になっているファンアートとかも最近増えてきたので、あーこれが良かったんやふーんみたいな感じで地味に見させてもらってます。あとちなみにドズル社ショートはいつも夕方の3時に上がっているので、このタイミングで忘れずに投稿もしています。終盤 A がツッコミってなってるんですか。これ B の間違いですよね。そして夕方からは別のミーティングが始まります。このミーティングまでに台本のチェックを全て終えて、ここからが本番みたいなところがあります。ドズル社のショートチームには台本編集、撮影、制作
アニメーションとかいろんな責任者がまあいるんですけど、そんな人たちとこの完成した台本を持って、じゃあ具体的にどういう風に絵を作っていくのか、どんな風な映像にしていくのかっていうのをそれぞれすり合わせて、本当にこの完成までのイメージのブレがないように持っていくっていうような時間になっています。台本として文字で書いた時のイメージと実際に映像になった時のイメージ、ここがスタッフの間で同じものを持っていないと、実際にメンバーが読む時にこれってこういう意味で合ってますかって聞かれた時に結構ブレちゃうんですよね。なのでこの時間でのすり合わせっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。最近はマイクラの中での撮影の他にアニメーションの動画がかなり増えたんですけど、これ手を伸ばした時にどんな風になるのかっていうのを試してる映像です。ふざけてないんですよ。決して遊んでるわけじゃなくて、現実ではありえない動きを作った時に違和感がないかどうかチェックしている真面目な映像です。あ、うん、いや撮影してるなと思ってあ、お疲れ様です。じゃあちょっと3,4,5 から残り4本ですね。こんな感じで在宅ワークはしてるんですけど、オンライン上のオフィスに集まってみんなで会議をしています。それぞれが好きなアバターをカスタマイズして、実際にこうゲームの世界に入り込んだみたいな感じで、それぞれ一応顔と顔を合わせながら会議をしているゲーム実況グループの会社っぽいですよね。在宅ワークっていうと結構その Zoom とかで会議をするのかなみたいなイメージもあるかと思うんですけど、まあこんな感じの画面で全く顔も出さないので、寝癖を直したりとか、あとは女性の方だとメイクをしたりとか、こういうめんどくさい手間を省くことができるっていうのは激アツポイントだなと入ってから思いました。夜のご飯もやはりここはお決まりのセット。もうかれこれ半年ぐらいずっと続けてて、ボン散歩っていうボンさんのイベントが有楽町であって、その日の午前中にトレーニング契約して撮ってるのが5月なんで、だいたい半年弱ぐらい過ぎたんですけど、体重自体は7キロぐらい減りました。なので1ヶ月あたり1キロちょっとぐらいっていう、決して急激に落としたっていうわけじゃないんだけど、まあいいペースで落ちてるかなって感じです。ということでご飯も食べ終わったのでジムにやってきました。パーソナルは今週1で行ってて、まあ、それが入ってない時はこうやって普通のジムに来て体を動かしてます。とはいえなんかがっつりとしたセットがあるわけじゃないので、ちょっとこういうチェストプレスとかラットプルダウンとか、どっちかというと上半身が中心になりつつ、まあできるとこだけ気休めでも動かしとくかみたいな感じでダラダラと今のところ続いてます。結構小学校の前半あたりがちゃんと肥満体型だったんで、体が覚えてるんですよね、太り方みたいな。ちょっと油断するとあの頃に戻ろうっていう感じで体が作用しちゃうから、今年でいよいよ30にもなるしってとこで全力で抗ってます。いろんな先人たちの知見によると、筋トレした後の有酸素が痩せやすいっていうことで、ここは歩いてますね。 e スポーツキャスターの仕事でスマホでできるシャドーバースの実況もしてるんですけど、ただ歩くんじゃなくてこの時間を使って実際にゲームをプレイしながら覚えるっていうのも並行してやってます。ただめっちゃ汗かきやすいんで、後半からはタクがブレブレになるっていうのがガチの課題。全然ランク漏れません。メンバーとか猫おじさんとか結構この遅い時間まで配信とかしてるんですけど、よくこの時間までできるなって、もう尊敬の域ですよね。もう完全に寝る体勢に入ってるし、あと最近買ったこの今着てるジェラピケのルームウェアがめっちゃ良かったです。あとは睡眠ガチ勢おじさんなんで、コアラマットレスと枕はブレインスリープピロー、これめっちゃ寝られるんでおすすめです。そんな感じで1日を紹介してみました。おやすみなさい。この番組は玄武岩デルタ、荒廃したポータル、冷静になると絶対に食べたらダメだと思う怪しげなシチュー、上に乗ったらものすごく痛そうな見た目をしている石切り台、マイクラ以外で本当に耳にすることがない最優テラコッタ、何色も出すなら他の花でも良かったのではないかと思わせてくるチューリップ、乗れたんだったら降りることもたやすいはずなのに絶対に降りることのないチキンジョッキーの提供でお送りしました。